松井秀樹ベースボールミュージアムは宗教法人ルリ協会参加のオフィス瑠璃が運営する石川県の美市にある元プロ野球選手松井秀樹を記念した博物館。旧称は松井秀樹野球の館で2005年のリニューアルに合わせて解消されている。1993年に読売ジャイアンツに入団したの美市出身の松井の功績を残す資料館として 瑠璃教会の二代目司教である松井秀樹の父、松井正夫が1994年に現在の別館にあたる施設を松井秀樹野球の館としてオープンさせた。その後、施設が手狭になったことなどから2005年12月、現別館の道路の向かい側に新たにバロック風の新本館を建設。新本館は建築士である秀樹の兄、松井俊樹が設計し、 新本館オープンに伴い、現名賞になった。2016年6月11日に、累計入館者数が100万人を突破している。ミュージアム内にあるショップでは、実母、最古のレシピを忠実に再現した、松池秘伝のカレーも販売されている。なお、このカレーの発売元及び販売元は、日本放送、製造業者は MCC 食品である。 休館日は毎週火曜と年末年始。ありがとうございます。